ちょっとゆらは気分が乗ってしまって、ちょっと調子に乗ってデコ出しとかしてしまった。気分が乗ってしまった。デコ出ししてみたいなファンの人に言われても絶対普段せんくせに、ちょっと今楽しくなってきてデコ出ししようってなってしまった。こんにちは。皆さん、さっきぶりにありがとうございます。カウント星投げもありがとうございます。皆さん、もう化粧をしたらね、気分が上がるけんね。今もう化粧して気分が上がっとるけん、なんか今なら何でもできそうな気がする。さっきぶりんやほー。今なら何でもできそうだ。ありがとうございます。この時間はですね、皆さんと一緒にゲームをしていきたいと思います。なぞなぞ大会をね、この時間をやっていきたいと思います。デコって選手なの？デコを出してたのかな、その選手も。そう、なんかね、企画配信もしたいなと思ってね。で、今日は夜、フォロワー7000人やったありがとう記念配信を食べたいというかしたいと思っているので、そこでケーキを食べようと思っているの で、 そ、 うで、その前に昨日さ、なんか家族が夜ご飯にすき焼き食べとったっていう話をしたじゃんか。すき焼き食べとったけど、ゆらは時間が違うけ、家族とご飯食べる時間違うけ、すき焼き食べれんかったみたいな話をしたんだけど、そのすき焼きが残っとってね、それにうどん入れてね食べれるけん、それを夜すき焼きパーティーしてみんなで配信で、ちょっとあんまり食べるとか見せるの恥ずかしいんだけど、すき焼きパーティーして、その後の枠で7000人記念ありがとう配信をやろうかなって思います。このあと、あ、予定入れとこ、今4時半からやったけん、4時半からやったけん、次、お、77人に増えとるフォロワー。そう、すき焼きパーティーをねやろうかなって思って、77人ということは4時半からこの配信をやったっていうことは、次5時31分からできるよね。で、5時31分からやったら次は6時32分からできるよね。もうこの1分1秒の精度もね、もう慣れたもんよ。キョンキョン浮かれてる。残り物のすき焼きでうどんパーティーだから、そういいんよ。残り物の方がね、味が染み込んだって美味しいんよ。じゃけん5時半からの家族の出演は NG ですね。5時半からの配信ですき焼きを食べて、6時半からの配信でケーキを食べて、まあ、このすき焼きとケーキで、この5時と6時のすき焼きとケーキで、まあフォロワー7000人ありがとうパーティーっていうことにしようかなって思ってます。
店長に言われまして、ということでこの4時からの4時半からの4時半からの配信はなぞなぞ配信にして、5時半からの配信がすき焼き配信で、6時半からの配信でケーキ配信にしたいと思います。そう、あの時の悪夢がね、蘇るよね。4000人記念配信しますって言って、やろうとした時に3997人ぐらいになっとって、4000人だったっけ、あの時。そうだったよね、多分4000人になかなかならないっていうね時があったんですけど、そうはならないといいでしょう、いいでしょいいんですけど、まあ、7007人じゃけんね、今から7人フォロワーが減ってもまだいける、まだいけるいけると思う。今日はじゃけん5時と6時でちょっとお祝い配信するけん、みんなも一緒になんか食べよ。コスプレ好きやけんせんよ、普通に食べる。はつみさんありがとうございます。アッシュさん、 STA のゆらりんことゆらあかりです。はつみさんありがとう。ということでこの時間はみんななぞなぞ大会をするぞー。おー、ありがとうございます。りんりん、スノードもありがとう。りこさん、はつみさんありがとう。 STA のゆらりんさんありがとう。人参はかじらんわ。フラグ立てるな、絶対金曜。本当にコスプレはイエーイ。あ、ここに書いた方が分かりやすいね。今日のこれからの予定は、これが16時半から11時15までやって、17時31分から18時15までやって、18時32分から19時15。とりあえずの予定はこんな感じ。早速2人でマジか、やばいね。そんなこと言ったらいっぱい消されちゃうね。やばいやばい、黙っとこう。こんな感じ。ダイさん、ダルマありがとう。ここで好きやパーティーやって、ここでケーキ配信、こんな感じね。今日のこれからの予定、まだこの後の夜も全然配信するんじゃけど、とりあえずの予定はこんな感じです。夜も12時まで多分やると思う。まあでもなんか企画がある方がね楽しいけん、こんな感じでやっていこうと思います。おー、ハートをこまうよ。カツさん、ダルマありがとう。ツナちゃんありがとう。はつみさん、よかったら、星集めできたはつみさん、よかったらフォローして帰ってください。お願いします。カウント完了、星投げカウントもありがとうございます。皆さん、それではこれからなぞなぞ大会入りたいと思います。おお、待って、なぞなぞ、じゃあみんなに聞くね。はつみさんありがとう。 ST のゆらりんことゆらかいです。よかったらフォローよろしくお願いします。なぞなぞ初級編、なぞなぞ中級編、なぞなぞ上級編、子供向け、大人向け、引っ掛け、意地悪、難解推理クイズ、言葉遊び、面白なぞなぞ特集、っていうのがあるんですけど、皆さんどれがやりたいですか？
でもなんかまあ子供向けはもうねやらなくてもいいとは思うんですよ。初級もねいいとは思う。結構難しめのやつから始めようかな。お、はじめまして、ゆっぴーありがとう。 ST のゆらりんことゆらあかりです。大人向け、大人向けをやった後に難解推理クイズと引っ掛け意地悪クイズやろうかな。大人向けクイなぞなぞじゃあ始めたいと思います。長っ、いくよ。大人向けなぞなぞ問題1。だらん。ある一家に3人の子供がいました。3人は今日こそは絶対あるものを食べようと心に決めていました。今日は日曜でゆっくり寝られるし、それからゆっくり食べようと。ところがお母さんに叩き起こされ、部屋の掃除をしなさいと言われたので、仕方なく部屋の掃除を始めた3人。時計を見ると午前8時30分。1時間後にやっと部屋の掃除が終わったので、あるものを食べようとしたら、今度は宿題をやりなさいと言われました。しかし宿題が難しく、終わるまでに4時間もかかってしまいました。そしてついにあるものを食べられると思ったのですが、その時にはもう食べられなくなってしまっていたため、3人は悲しくて泣き出してしまいました。さて、3人が食べたかったあるものとは一体何だったのでしょう？なんだこれ、長っ！これピンとくる答えじゃないとさ、すき焼き、これピンとくる答えじゃないと納得いかんような。お、すごい。え、これなんで分かった人すごくない？正解者いるんだけど。よく分かったね、今答え見た。正解は朝食でした。1時30分になってしまったので食べられなくなった。え、何この問題、これはちょっとあんまり面白くない。これあんまり面白くないですね。私アイスクリームかと思ったの。アイスクリーム溶けてなくなっちゃったからかと思ったの。これはちょっとあんまり面白くなかったですね。1時30分になったから食べられなくなってしまったらしいですよ。ちょっと微妙だわこの問題は。カオスさん、クマありがとうございます。ちょっと長すぎ、それな、長すぎ。謎々っぽくない。次の問題いきます。でれん、次はちょっとねちゃんとした問題だった。消防署で好きな太陽系惑星はというアンケートを取ると、いつもトップになるのは次のうちどの惑星？これちょっと短いですね問題。消防署で好きな太陽系惑星はというアンケートを取るといつもトップになるのは次のうちどの惑星？ 1. 水星 2. 木星 3. 地球 4. 火星。なんでしょう。投票やったらね、星ができなくなるからね、投票はやらないです。なんでしょう。アンケートにしたら星だけできなくなるからね、やんないんです。ごめんね。消防署で好きな太陽系惑星はというアンケートと、いつもトップになるのは次のうちどの惑星？ 1. 水星 2. 木星 3. 地球 4. 火星。ちょいいじゃん、誰もありがとう。火星、消せなんてね。あ、うまい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 ね。
結構分かれてるね。分かれてるね。では答えを言います。じゃん。答えは地球でした。なぜかというと消防署の電話番号は119番ということで、119ということで1位になるのは地球でした。いやこれは確かにちょっとなぞなぞっぽいなって思った。これはちょっとでも結構上級者向けだなって思った。子供には絶対分かんないもんね。あでも子供の方が逆に習ってるから分かるのかな。これはなるほどって感じだった。それではちょっと難しいんですけど次の問題に行きたいと思います。でれん。あるところでは四季が秋、春、夏、冬の順番になっています。しかも1週間は金曜日から始まります。そこはどこ？確かに頭が柔らかくなりそうだね。あるところでは四季が秋、春、夏、冬の順番になっています。しかも1週間は金曜日から始まります。そこはどこ？てんてんてれれれれれんれれ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 ふう。そっか。それでは正解に行きたいと思います。あるところでは四季が秋、春、夏、冬の順番になっています。しかも1週間は金曜日から始まります。そこはどこ？これの答えは、ちゃん誰もありがとう。英和辞典の中でした。お、今当たってる人何人かいる。おめでとうございます。アンニョン。英和辞典の中でした。英和辞典だとアルファベット順になるので秋、春、夏、冬になるんですね。はぁ、あ、はぁはぁ。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z E。 そうやね。難しいねこれ。すだちゃんありがとう。英和辞典の中だとアルファベット順になるので秋、春、夏、冬になるそうです。これピアノの前で着てた服じゃないよ。違う。え、ゆらりんは春夏秋冬を英語で言える？え、言える言える。春スプリング、夏サマー、秋フォール、冬ウィンター。イエイエ。言えるよそのくらい。翻訳する、翻訳するの難しいよね。ありがとう。英和辞典難しい。ジャオヒゲさん、いいね、ありがとう。見てない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 。あ、オータム、オータムでもフォールでもいいのか。確かに。次いくよ。
時は、次これちょっと難しい、いくよ、これちょっと難しい、下のアルファベットはある法則に従って正しく並んでいます。四角に入るアルファベットは何っていう問題なんだけど、ちょっと書くね。これはね結構ねむずいよ。これはちょっと頭が柔らかくなりそう。いくよ。四角に入るアルファベットは何でしょう。 D R M F なんとか R S D R なんでしょう。これ結構ちょっと、あでもあーねってなる、あーねってなる。四角に入る言葉は何でしょう。え、みんなすごい、え、みんなすごい、合ってる人めっちゃ多すぎてびっくりしたんだけど、すごーい、すごい、やら、これ全然わかんなかった。そう、結構正解の人多いからもう正解言っちゃうね。正解は S でした。すごい、みんなこれ、え、これすごいね、こういう問題言ってるじゃん。マジかマジか、ゆらすごいって思ったんだけど、これドレミファソラシドレドシラソファミレ、ドレミファソラシドレドシラファミレドみたいな発声の練習やったことあるわ。すごくない、これドレミファソラシドレミファソラシドレみたいな感じのやつだったらしい。次この問題、ユラなんか一回やったことあるんだけど、めっちゃ難しいんだけど、解けたらめっちゃ超スッキリする超難問問題があるんですけど、これちょっとやっていいですか。ちょっと待ってよ、これちょっと絵を描こうよ。これ一回ね理解した時にめっちゃすっきりしたんよ。いくよ、ちょっと待ってね、図を描くけん。ユラの絵心がないのがね、まあ、問題なんじゃけどね。ユラの絵心がなさすぎる。ちょっと待ってよ。絵心がないってつらいね。あ、そういえば今日久しぶりにパルトさんに会えて嬉しかった。ハルトさん大好き人間やけ、私面白くて優しくて好き、ハルトさん。よっしゃ、それでは
津田ちゃんありがとう。だるま冷えピザラーメンいいわ。いくよ。これ見たことある人おるかもしれんけど、見たことある人はちょっと C にしとってね。見たことない人のためにちょっと C しとってね。いきます。4人の少年が図のように部屋の中にいます。この4人にはあらかじめ次のことが知らされています。これ知っとる人 C ね。知っとる人答え言っちゃダメよ。1、部屋に入っているのは全部で4人であること。2、4人のうち黒い帽子をかぶっているのは2人、白い帽子をかぶっている人は2人であること。自分の帽子が何色かは知らされていません。 A 君と B 君、 C 君、 D 君は壁で仕切られていて相手が見えません。だからこのここに壁があるので、 A 君はこっち側を向いてるけど C 君と B 君と D 君のことは見えないんですね、壁があるから。でもちろん D 君と C 君と B 君も A 君のことはこの壁で仕切られてるから見れないから、 A 君が何色かも分かんないっていうことね。みんなここ壁で仕切られてるから。で、自分で自分の頭の帽子を手にして見るのもダメです。こうやって自分何色だろうってするのもダメです。後ろを振り向いて見るのもダメです。だからみんなこの状態から一歩も動いちゃダメな状態ね。 A 君は別にいじめられてるわけじゃないよ。で、さてここまでの条件を4人に話した上で、自分が何色の帽子をかぶっているか分かった人は声を出して答えてくださいと部屋の外から先生が問いかけます。そうするとしばらく沈黙があった後、自分の帽子の色を当てた少年が一人だけいます。それは A 君、 B 君、 C 君、 D 君、4人のうちの誰でしょう。またその理由をお答えください。A 君に同情してる人がみんないるけど、この A 君、 B 君、 C 君、 D 君のうち自分の帽子の色が分かった少年が一人だけいるんですけど、その少年とその理由をお答えください。しばらく沈黙があった後、自分の帽子の色を当てた少年がいます。これはちなみに小学校の入試問題らしいんですよ。なんか有名な小学校の入試問題で、制限時間は5分だそうです。ちなみにトンチやなぞなぞではありません。極めて真面目な理論的な思考力を試す問題です。さあどうでしょうか、皆さん分かりますでしょうか。これ小学校の入試問題なんだって。顔つけたらどっち見とるか分かる。問題をもう一度。じゃあこの問題を読んだら答え合わせに入りますね。4人の少年が図のように部屋の中にいます。この4人にはあらかじめ次のことが知らされています。部屋に入っているのは全部で4人であること。4人のうち黒い帽子をかぶっている人は2人、白い帽子をかぶっている人は2人であること。自分が何色の帽子をかぶっているかは知らされていません。 A 君と B、C、D 君の間には壁があるので、お互い見ることができません。自分で自分の頭の帽子を手にして見るのはダメです。
後ろを振り向いてみるのもダメです。さて、ここまでの条件を4人に話した上、自分が何色の帽子をかぶっているか分かった人は声を出して答えてくださいと部屋の外から先生が問いかけます。するとしばらく沈黙があった後、自分の帽子の色を当てた少年がいます。それは A 君、 B 君、 C 君、 D 君、4人のうちの誰で、その理由は何でしょう。そうね、まあ絶対的に言えるのは、おー、結構みんな結構答えてくれてるね。もう絶対的に言えるのは A 君がかわいそうっていうことだけね。まあちなみに結構みんな喋っていいから、それは確かに、俺何色かわかんないとかカクカクしかじか喋りよったらわかるかもしれない。いつかはみんなで答えにたどり着くかもしれない。でもこれはちゃんと理論的な答えがあるんですよ。では回答編に参りたいと思います。自分の帽子の色を当てた少年はでる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  C 君でした。理由は、もし C 君自身の帽子の色が白なら、 B 君、 C 君の帽子の色は共に白になり、 D 君は D 君自身の帽子が黒だと分かってそう答えるはず。しかし D 君は沈黙している。ゆえに C 君は自分の帽子の色が黒だと分かる。分かりましたか皆さん。分かりましたか。もし C 君自身の帽子の色が白ならば、 D 君は白白、2人が白白だったら自分は黒って分かるから黒って言うはずじゃけど、 D 君は黒って答えんかったってことは、この2人の色の帽子の色が違うけ、自分の帽子の色が何色かどっちか分からんって悩んでるっていうことは、沈黙しているっていうことは、B 君が白なら自分は黒なんじゃないかっていう考えで、 C 君は自分の帽子の色が黒だと分かったそうです。この位置で立っていることも4人は把握しているんでしょうね、多分。いい問題誰か A 君を助けてあげてほしい、本当。しんちゃんありがとう。答えは C っていうのはヒントだったの。違う違う、知ってる人は C だよっていう意味で言っただけっていうお話でした。まあこれ結構いい問題ですよね。 A 君おるのも知っとる、でここに壁があるのもみんな知っとるまあこの問題めっちゃいい問題だなって思って、一回私もこれ聞いた時にめっちゃすっきりしたんですよ。っていう、これでもこれがまさかのね、小学校の入試問題っていう怖すぎん？小学校の入試問題でこんなん出されたらな。しんちゃんハートいっぱいありがとう。こんなん出されたらたまったもんじゃないわ、ほんま。入学できんわこんな小学校。でもこれをね答えるんだって、小学生が。制限時間5分で、理由付きで。なかなかいい問題ですよね。っていうなぞなぞでした。難しいね。じゃあもう5分になったので、まあ次こんな難しいやつじゃなくて、ちょっと簡単な意地悪引っ掛け問題をやって、ゆら意地悪引っ掛け問題がやりたかったのよ一番。意地悪引っ掛け問題をやって終わろうと思います。意地悪引っ掛け問題。
これほんまちょっとイラッとくるような意地悪引っ掛け問題多いんだけど、タラトさんだるまありがとう。いくよ。あ、これは簡単だな。いくよ、いきます。太郎くんと次郎くんは同じ生年月日で両親も同じですが双子ではないと言います。なぜでしょう。先に意地悪って言っちゃうところが優しいだよね。あ、ちょっと優しいところが出ちゃった。流行語大賞そうだねなの今年。そうだねお、これはみんな容姿はちょっとすごいね。おー、前妻の子腹違い南極物語。なんかすごく皆さんの答えがちょっとえぐくてびっくりしてるんですけど、正解は三つ子だからでした。そういうことですね。はい、もうこれはどんどんいきましょう。次どんどん行きましょう。行きます。3人の太った女の人が一つの傘の下にいましたが誰も濡れませんでした。一体どうして。まだイラッとせん。ちょっとそろそろイラッとしてくると思うよ。3人の太った女性が一つの傘の下にいましたが誰も濡れませんでした。一体どうして。え、みんな、なんでなんでみんなわかるの。すごい、みんななんでわかるの。正解はそもそも雨が降っていないからでした。なんでみんなわかんの、すごい。次、みかん9個を10人で等しく分けるにはどうしたらいいでしょう。みかん9個を10人で等しく分けるにはどうしたらいいでしょう。みかん9個を10人で等しく分けたら分けるにはどうしたらいいでしょう。イラッとするがヒント。じゃんけんする。一人ものにする。一人が食べない。はじめまして、ヨッピンさん、ゆうやさん、はつみさんありがとう、 ST のゆらねさんありがとう。よかったらフォローして帰ってね。一人帰らせる。一個買ってくる。一人仲間混ぜる。一人泣き物にもう一個買ってくる。一人倒す。全部を10等分にする。頭いいね。それはただこれは引っ掛け意地悪クイズなので答えはジュースにしてみんなで飲むが正解でした。まあ確かに一人帰らせるも手じゃね。まあゆらだったらじゃんけんするかな。じゃんけんにするかな。まあでもこれはジュースにするが正解だそうです。次いきます。これはマジちょっとイラッとくるよ。イラッとくる。引っ掛け意地悪クイズいきます。タクシーの運転手が止まれの標識を無視して走っていきました。2人の警官が男を見ていましたが何も注意しませんでした。それは何でしょう。ゆらっとくる。タクシーの運転手が止まれの標識を無視して走っていきました。2人の警官が男を見ていましたが何も注意しなかったのはなぜでしょう。そう、タクシーの運転手が止まれの標識を無視して走っていったのに警官はその男を見てたのに止めなかった。反対車線。名前がタクシーです。男に夢中でタクシー見てなかったから。
警官の目が悪かった。忖度。幽霊だった。タクシーの運転手が警察の偉い人の子供だったから、もうね、そういうのはね、もういっちゃうね、ダメよダメよ、そういうこと考えちゃダメよ。いくよ。正解は、まあ、何人か答え出てる人思ったけど、警官コスプレのイメージだった。まあもう一度問題を見ますね。タクシーの運転手が止まれの標識を無視して走っていきました。二人の警官が男を見ていましたが、何も注意しないのはなぜでしょう。走っていたと言ったが、車で走っていたわけではないっていうことで、まあ、普通にランニングして走ってたんでしょうね。で、止まれの標識のところで止まらずに普通にランニングしたけど注意されなかったっていうのが、うん、正解はまあジョギング、ランニングをしていってからっていうのが答えですね。走っていたは走っていたとしても、タクシーに乗っていたとは言ってないでしょみたいなイラッと問題ですね確かにタクシーの運転手だけど、その時はタクシーには乗ってなかったよみたいな問題でした。これめっちゃやりたい。いくよ。ね、なんでタクシーの運転手で分かったのかね。まあ、タクシーの運転手の制服の格好をしてランニングしとったよね。いくよ。大トロが1貫300円の時、中トロはいくらでしょうか。大トロが1貫300円の時、中トロはいくらでしょうか。大トロが1貫300円の時、中トロはいくらでしょうか。大トロが300円よ。中トロはいくらでしょうか。時価時価200円。みんなすごい、みんな頭いいね。頭いいよ。正解は違います。中トロはいくらではありませんっていうのが答えでした。大トロが1貫300円の時、中トロはいくらでしょうか。いいえ、中トロはいくらではありませんっていうのが答えでしたなんじゃそりゃ。じゃあそりゃイラッとくるね。お、こんなことをしているうちに15分になりました。ではラストのイラッと問題、イラッと問題をして終わりたいと思います。いきます。カゴにイチゴを5個入れました。さらにイチゴを5個入れました。さてカゴの中のイチゴは何個でしょうか。あ、どうせすぐね、次5時31分からまた配信するけん大丈夫よ。また5時半からの配信に来てね。カゴにイチゴを5個入れました。さらにイチゴを5個入れました。さてカゴの中のイチゴは何個でしょうか。はぁ、なんでみんなわかるの。なんでみんな騙されないの。みんなが騙されないから面白くない。みんなが頭いいから面白くない。意地悪になんないじゃん、引っ掛けたいのに。そうです、正解は5個でした。カゴに5個、お皿に5個入れたからっていうのが正解でした。カゴにイチゴを5個入れました。さらにイチゴを5個入れました。さてカゴの中のイチゴは何個でしょうかっていう問題でした。カゴにイチゴを5個入れました。さらにってね、ちょっとさらにってイントネーションで言ったんですけど、さらにっていうイントネーションの方でしたね。はい、クイズ
スのことは分かんないけど僕がユラのこと好きなのは分かる。すこまあ声当てられなかった人がいてよかった。面白いじゃんそっちの方が。ユラっと、もやっと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 したら星投げてください。はい、ということで次の配信は5時31分からすき焼きを食べる配信をしたいと思います。昨日の残り物だけどね。でもいいの、残り物の方が味が染みて美味しいから。またこのイラッと問題やりましょうね。ゆらがただただ楽しいだけ、みんなをイライラさせて。すっきりすっきりすっきりもやっと。ということで一旦壇上読みます。13位チョロヒゲさん、ありがとうございます。12位がおっとこうお名前がわからないですね。10人の方ありがとうございます。そして11位がキヨニ、ありがとうございます。そして10位がおありがとうございます。10位ありがとう、10位ありがとう、10位ありがとう、10位ありがとう。シビカムサー、シビカムサーカムサー、ビビアンローズさん、シビカムサービビアンローズありがとう。そして9位がバイセコー大成功さん、ありがとうございます。そして8位が、お8位も韓国の方や、待ってよ、8位ありがとう、8位ハウィーカムサー、ハウィーカムサーありがとう。そして7位がリンジーアットユラキュン、ありがとう。そして6位が、待ってよ、6位はなんて言うんや、6位カムサー、ユウィーカムサー、ユウィーカムサー、リンマオさん、リンマオユウィーカムサーありがとう。そして5位がしんちゃん、ありがとうございます。そして4位がカオスさん、ありがとうございます。そして3位がルカさん、ありがとうございます。そして2位がクロニャンコさん、いっぱい通訳もしてくれてありがとう、カムサーカムサーサランヘイクロニャンコありがとう。そして1位がダラ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 デン、津田ちゃんありがとうございました。皆さんありがとうございました。このあと31分からまた配信するので遊びに来てください。ありがとうございます。お、2位までの差も縮まってきました、ありがとうございます。皆さんまた次の配信でお会いしましょう。星投げカウントありがとうございました。ネクストタイム31分から6時31分から、あ、5時31分からやるよ。次ね、ネクストタイム。これね。ありがとう。みんな見に来てくれてありがとう。ウォージュセッソーカムサーとは、また来てね。ありがとう。シェイシェイ。ウォーイミー。バイバーイ。